玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字小学1年生のですね、8月検定課題、こちらカニをですね、書いて説明をしていきます。まずカなんですけれども、この右上がり、そしてこの曲がってからのですね、左に内側に入っていくですね、この左に行くよう書き方をですね、注意してください。で、2画目、これは斜めですね。はい。この3画目はですね、あまり大きく書かなくていいですね。はい。2ですね。ここ、縦丸みをつけて、一度筆を止めてから、跳ねていきます。で、ここは右上がり。で、一度筆を止めて、跳ねます。で、ここ、軽く入って、だんだん太く書いていきます。そして、ここの広さを、よく見てですね、書くようにしてください。はい。赤手本課題はですね、裏面に赤手本の書き方というのがあります。ここにですね、注意して書くところについて説明されてますので、ここをですね、最初によく読んでからですね、書くようにしましょう。はい。それではですね、早速書きながら説明をします。はい、一画目。右上がりでいきますね。はい、そしてここ。曲がって内側にだんだん太くして、こうです。跳ねていきます。そして二画目は、斜めに行きましょう。三画目は、短く、大きくですね、書きっていきます。大きく。はい、そして2、膨らみをつけていきます。こう膨らんで、こっちで押さえて上に向かって貼る。はい、そしてここ右上がりにして止めて、また払って、そしてここ軽く入ってで、次第に太くしていきます。で、しっかり止めましょう。はい、このようにして書いていきます。かは、ここ、斜めに入っていく。2画目も斜め。2は、ここ、丸。広さをよく見て書いていくと。言ったところに注意して書くようにしてください。はい、今日は以上です。